千葉県総合スポーツセンター、千葉県総合スポーツセンター陸上競技場千葉県総合スポーツセンター陸上競技場は千葉県千葉市稲毛区の千葉県総合スポーツセンター内にある陸上競技場。休技場としても使用される。県民からは通称、天台と呼ばれている。施設は千葉県が所有し、千葉県スポーツ協会。 町づくり校舎グループが指定管理者として運営管理を行っている。1966年会場。当時の名称は千葉県総合運動場陸上競技場。2003年4月、千葉県の気候改革に伴い、千葉県総合スポーツセンターが運営管理を行うこととなり、総合運動場も現名称に改称した。隣接地には千葉市動物公園がある。 高校選手権1回戦から3回戦までの会場として2002年度まで使用された。その後2003年度は、奈良市野市秋津公園サッカー場、2004年度以降は市原臨海競技場に開催場所を移している。千葉県総合スポーツセンターのグラウンドは、総幅飛び、三段飛べの跳躍場が、インフィールド内に設けられており、このため日本サッカー協会が定める。 公式戦のピッチの大きさを確保できない状態が続いていた。このことは、ジェフユナイテッド市原がホームタウン選定の際に、奈良市の市から千葉市を飛び越して、市原市をホームタウンとした理由の一つになっている。なお、1992年9月23日の J リーグカップグループリーグの試合が、千葉県総合スポーツセンター陸上競技場で、 行われた唯一の J リーグ公式戦となっている。また、1993年12月11日には、第73回天皇杯2回戦が行われている。ありがとうございます。